皆さんこんにちはレ e c 公認会計士会の中島ですよろしくお願いいたします、えー、令和4年度第1回、えー、公認会計士担当式試験が、えー、本日実施されました、えー、それではですね、えー、全体の、えー、公表ですかね、えー、ボーダーの方をですね、えー、解説していただくと思います 本日非常に寒い中ですね、えー、本試験を迎えたと思います例年よりも受験生数が増えてですね会場も増えた状態で皆さんの試験となったと思います本当にお疲れ様ですでは、えー、合格ボーダーの方ですね行っていきたいと思いますはいまず合格率の 予想をですね今回の試験やっていきたいと思いますはい、えー、見ていただくとですね、えー、令和2年は2回行われてますけども令和3年は1回しか行われてないという関係でですね9,000人だったのが1万4,000人まで増えてますでさらに今回皆さんが受けた試験、えー、なんと1万2719名と。 えーまあ、約35%増ですね2年前と比べて35%増と9000人から1万2000人に、えー、願書提出者数が増えているような試験でした、はい、で、えー、例年のですね、えー、この答案提出者,提出者数ですね、えー、これはまだ分からないんですけどもまあ予想としては大体これぐらいかなと。 まあ、8,522人ぐらいの、えー、提出者数になるんではないかと思います。はい、で合格率なんですけども、まあ、15%程度を、えー、我々はちょっと予想しています。えー、そうすると1,278人というふうになってですね、まあ、令和3年度が1回で2,060人の合格者数ですから。 1> まあえー、第1回目が1200今回は1200名ぐらいで第2回が800名ぐらいかなというふうにちょっと、えー、予想しておりますあまりにもですねここの担当の合格者数を大幅に増やすとはちょっと考えにくいのでこういった予想になっております、はいえー、なので今回の合格率はおそらく15%程度ではないかと、えー、思います えー、企業法の合格正当、えー、可能性ですね、えー、合格ボーダー見ていきたいと思いますけども正当、えー、可能性「高は、えー、11問中11問は正解してほしい「えー、中」は7問中4問から5問正解してほしい「定は、えー、2問ありましたけども、えー、1つも取れなくて OK ですと,ということになってますので。 で合格ボードは75から80点と、はいまあ、詳細は森村先生の、えー、動画の方を見ていただきたいんですけども企業法はこんな感じでしたね、はい、例年よりも少し優しい形になってますで、えー、管理会計論です、はい、正当可能性ですね「えー、高が9問「中」が4問「低」が3問という,うなってます、はい、合格ボードは57.5と。 まあ、例年より少しやはり優しくなっているような状態です。論、えー、こちらはですね、まあ、今ちょっと草加先生の方が、えー、動画を収録している最中なので、えー、この動画とほぼ同時期ぐらいですね同時ぐらいに、えー、アップされると思うんですけどもそちら是非見ていただきたいんですが合格ボードは65点です。 え例年よりもちょっと難しいですね近年ではちょっと一番難しいんではないかとおっしゃってました、えー、最後財務会計論です、はい、こちら合格ボーダーですね124から130点の、えー、この間に触れるんではないかなと思います、まあ、少し優しいぐらいかですね、はい、で、えー、この4科目含めて全体のボーダーですね えー、65から67パーセントの正答率500、500点満点の中で65から67パ、えーセント取れてれば、まあ合格のボーダーではないかというふうに予測しております。はい。えー、最後イベントです、はいえー。特別小学生試験の方12月18日土曜日16時半 からですね実施します最大80%の割引になる昇格生試験になります電卓だけお忘れなく参加できます受験料は無料になりますので実施されているですね各学校に電卓を持って来ていただければ参加可能です 財務会計論と管理会計論の問題を出題します、はいえー、実施する学校はこちらになります12月18日だけでなく、えー、1月22日土曜日も実施します1月の方は13時から、えー、になりますので、えー、12月参加できなかった方は、えー、ぜひ1月参加してみてください

担当講師は森村先生、二宮先生、草加先生、影山先生です、えー。生実施校が渋谷駅前本校です。同時中継校はここに書いてある通りです。はい。1月22日土曜日ですね。合格発表の、えー、次の日になってますけども、えー、15時から。 もし今回の試験がだめだった方向けですねあと今回の試験合格された方向けのですね担当と論文それぞれの対策について私がお話しさせていただきたいと思います、はい、生実施校は渋谷ですね同時中継校はご覧になっている学校になっていますはい 本試験本当にお疲れ様でした動画の概要欄にですねイベントの詳細や、えー、受講相談をする窓口のですね、URL なども貼ってますあと本試験の解説のですね、PDF のプレゼントの応募フォームなどもございますので是非、えー、ご覧になってくださいはい 例年よりもですね受験者数が35%増というふうになってですね非常に試験会場も非常に混み合った状況になっておりました非常に寒い中、ですね皆さん、本試験お疲れ様でした非常に担当式試験までの道のりかなり長かったかと思います。 1> 1年またたは1年以上勉強されれてこの本試験に挑ままま方もいいらっしゃると思います、はいま、ずですね本試験にたどり着いたご自身をですね是非ねぎらってあげてですね今後今回のボーダーとかを参考にしながらどういった勉強をしていけばいいのかやはり今回はまあ間違いなく駄目だろうという思った方はですね5月に向けての対策はどうすればいいか論文に向けての対策はどうすればいいか。 そういったことをですね是非各講師の先生方にですねご相談等をだきまして次のですね学習の計画等を立てていただければと思います。とはいえずっと走り続けるとですね勉強のいわゆるテンションみたいなのは維持することはできないと思いますので今日明日は ぜひしっかりと休んでいただいて、えー、次のですね、あの勉強体制を整えていただければと思います、はい。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。